はいどうもこんにちは、ジェット大好きです。じゃーん、こちら富士フイルムさんからお借りしております XT4 でございますけどもね、816というね、一番広角のズームレンズも同時にお借りしております。これでね、動画の手ブレ補正を見てみたいとおっしゃる方がいらっしゃいましたのでね、それをね、どうにか緊急事態宣言が出る前に撮れましたよ。間に合った、よかった。ということでね、まあぶっちゃけ歩いてみるとね、歩きにはあんまり向かないのかなっていう感じはするんだけどもね、そちらの方をねご覧いただこうかなと思います。今日はね、富士フイルムさんからお借りした XT4 に、こちらの 8-16mm ズームレンズをつけまして GoPro Hero 8と取り比べをしてみたいなと思っております。GoPro の方はスーパービュー、一番広い画角です。 XT4 の方は 8mm、 ズームが一番広い方の 8mm ですね。歩きます。ただ単に手に持って歩いております。フィルムシミュレーションはクラシックネガ、GoPro の方はスーパービュー、一番広い画角です。 XT4 の方は 8mm、 ズームが一番広い方の 8mm ですね。歩きます。ただ単に手に持って歩いております。フィルムシミュレーションはクラシックネガ。今度はズームアップしてみました。16mm ですね、 24mm 相当になります。 GoPro の方も合わせて、リニアの画角にしました。やっぱブレ目立つかな、こうなるとな。 24mm 相当では結構ブレは目立つかな。今度はズームアップしてみました。16mm ですね、 24mm 相当になります。 GoPro の方も合わせて、リニアの画角にしました。やっぱブレ目立つかな、こうなるとな。 24mm 相当では結構ブレは目立つかな。一番広い画角で自撮りです。今度は
まあ、自撮りはね目立たないよね、ブレはね。一番広い画角で自撮りです、今度は。まあ、自撮りはね目立たないよね、ブレはね。なんだっけ、ブーストか、ブーストというのがあります。確かにブレないですね。はい、ということでね、今回は以上になります。本当にね取り比べただけという感じなんですけどもね、次回、こちらの XT4 の方をね、総合的なことをね、買う前の総合的なお話をねさせていただきたいなと。僕が買う前のね気持ちのどこがポイントか、どこがツボで買うのかみたいな、そしてやっぱり不満点はどこなのかみたいな話はねしたいなと思いますけどもね。はい、ということで、お楽しみに。XT4 の方は 8mm、 ズームが一番広い方の 8mm ですね。歩きます。ただ単に手に持って歩いております。フィルムシミュレーションはクラシックネガ。今度はズームアップしてみました。16mm ですね。 24mm 相当になります。やっぱブレ目立つかな、こうなるとな。 24mm 相当では結構ブレは目立つかな。一番広い画角で自撮りです、今度は。まあ、自撮りはね目立たないよね、ブレはね。なんだっけ、ブーストか、ブーストというのがあります。確かにブレないですね。